行け、王金ドン。破壊光線だ、王金ドン。破壊光線だ、王金ドン。破壊光線だ、王金ドン。もう、全然破壊光線できないじゃないか、このポンコツめ。佐藤氏、ちょっとやめてくれないか。何をだよ、このポンコツが。老人虐待はやめてくれないか。虐待じゃない。お前を鍛えてるんだ、王金ドン。鍛えてるんじゃない。これは虐待じゃ。若者が。老人いじめて楽しいか。いじめてるんじゃない。王金ドンを強くして、ポンケモンマスターになるんだ。なれないんじゃ。三頭氏、何度も何度も言わせんでくれ。お前はポンケモンマスターへの道から、大きく大きく外れとる。みんなポンケモンマスターになりたくて、ポンケモンいっぱい集めて頑張っとるよ。育てて頑張っとるよ。三頭身だけ全然ちゃう道行っとる。みんなと真逆行っとる。すごい真逆におじいちゃんの首根っこ掴んで走り回っとる。どこ行くんじゃ三頭身は。こんな道を外れて。僕は、大きいのを一匹で、ポンケモンマスターになるんだ。僕が、大きいのを反感線に命令して、大きいのを反感線が技を出して、全ポケモンを倒したいんだ。人の道からも外れとる。ジジイを使って、そんなことをしたいと考えておる。人の道からも外れとるぞ、三頭身。大きいの、破壊光線だ。無茶を言いすぎとる。わかるか、大きいの反感線は、破壊光線は電気ないのんじゃん。オンキンドン反感線なら電気ぬんと思う。オンキンドン反感線は反感運行線電気なん。オンキンドン反感線なら電気ぬんと思う。オンキンドン反感線のやり方わかんない。オンキンドン反感線反感運行線やれ。オンキンドン反感、もういいわ。なんじゃこら、もういい。わしはもう三頭身と旅をするのやめる。え、オンキンドン反感線、もうこんなことやってられない。僕の夢なのに。その言葉はもう聞かん。え、反感線、夢夢と言ってわしが一生ついていくと思ったら大間違いじゃ。わしはもう帰らせてもらう。反感線、スタスタスタ反感線。やっと三頭身の呪縛から逃れることができた。これでわしは自由じゃ。数年ぶりの自由じゃ。三頭身から離れてもう10日ぐらい経つが、自由とはなんと素晴らしいんじゃ。反感線、はっ、三頭身、スタスタスタ反感線。三頭身、お前追ってきたのか。反感線、僕のポンケモンに戻ってよ。ノラのポンケモンになるのはやめてよ。ノラのポンケモンになるんじゃないんじゃ。わしはおじいちゃんじゃ、人間じゃ。お家に帰るんじゃ。反感線のお家はモンスターボーンるんだよ。違うんじゃ、わしには帰る家があるんじゃ。賃貸借りとるんじゃ。僕と一緒に旅をしないっていうの。そうじゃ。逃げ出すっていうの。そうじゃ。もうわしは帰る。だったら力ずくで連れ戻すしかない。力ずく、僕とポンケモンバトルで勝負だ。ポンケモンバトルで大金堂に勝ったら瀕死の状態にしてモンスターボールでゲットしてやる。何言ってるんじゃ三頭身。僕と勝負しろ。勝負しろだって、どうやって。まさか殴り合う気か。おじいちゃんを殴る気か。僕がポンケモンを直接殴るわけないだろ。ポンケモンバトルに欠かせないのポンケモンだ。あ、わしポンケモンじゃないぞい。大金堂反感線はポンケモンだ。だからポンケモンで倒してゲットしてやる。どういうことじゃ。三頭身はわし以外ポンケモンは持っていないはず。大金堂を連れ戻すためにゲットしたんだ。何、僕の全てを出し切って大金堂をゲットする。いけ、レックンタン、ミニンツン、ルンキンアン、ディアルンガン、パルキンアン、アルセンスン。大金堂、何これ。大金堂びっくりしちゃった。伝説のポケモン6体持っていてるやん。え、どういうこと。三頭身、こんな伝説のポケモンを捕まえるんだ。どういうこと。いけ、全員で一斉に破壊光線だ。あ、死ぬ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 。やめとくれ三頭身。わし、こんな大きいポンケモンに一気に攻撃されたら核で死ぬんじゃ。おじいちゃんなんじゃ。おじいちゃんじゃなくても死ぬんじゃ。殺すぎか。瀕死の状態にするんだ。瀕死どころじゃないんじゃ。後方もなくなっちまうんじゃ。うるさい、だったら戻ってこい大金堂。戻らない。じゃあ攻撃するしかない。全員で破壊光線だ。あと、この全員は破壊光線はできない。それぞれ技があるから。え、そうなの。お前はやっぱり何も知らないんじゃ。ポンケモンバトルを一回もしたことないから、ポンケモンの付け方分かってない。てか、なんで捕まえれたのこのメンバーを。破壊光線がみんなできないんだったら、そうだな、全員で噛め。やめとくれ、首なくなっちゃうんじゃ。こんなモンスターいっぱいに噛まれたら首なくなっちゃうんじゃ。だって大きいのが戻ってきてくれないから。え、なんなのこれ。わし戻るっていうか、この伝説のポンケモンに殺されるかの二択なの。だって僕ポンケモンマスターになりたいんだもん。あん、このメンバーだったらなれるよ。このメンバーでなりな。嫌だ、このメンバーじゃ嫌だ。なんでじゃ。こいつらまだ弱い。オンキンドより弱い。オンキンドより余裕で強い。ポンケモンマスターに恥じない強さが必要なんだ。もう恥しかないよ三頭身には。おじいちゃん出すんだもん。恥しかない、恥しかない。このメンバーだったら恥じない。おじいちゃんだったら恥じる。よくわかんないけど戻ってこいオンキンドン。でもこのメンバーいるんだったら、わしはもう除外されるじゃろ、手持ちのポンケモンから。だからもうそのメンバーで旅しとくれ。いや、オンキンドンが戻ってきたらこの6体は全部野生に返すよ。もったいな。もったいないんじゃサトシ。返すよ。え、もったいなすぎる。ほんで、わしを買いすぎとる。三頭身？わかっとる？わしおじいちゃんじゃよ。そんなにわしのこと買いかぶってくれてんの？だって、オンキンドン反感線は最強のポンケモンだもん。え、本気で思っとるっぽい。わし、こんな純粋な目初めて見た。三頭身は本気で、この6体より、オンキンドン1匹の方が強いと思っとるみたい。当たり前じゃないか。オンキンドン戻ってこい。いや、でも、僕と一緒に夢を叶えよう。夢。夢、叶えよう。夢。もう破壊光線覚えるなんて、無茶なことは言わない。眠るといびきと硬くなる。これだけでいい。だから、戻ってきてよ、オンキンドン。三頭身、オンキンドン。オンキンドン。オーキンドン、オーキンドン、オーキンドン、オキ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 ンドン、オーキンドン、オーキンドン。チャンネル登録するべし。